こんにちは。これから弊社サンウマネジメントコンサルティングより BIM 基盤の 4D ソリューションである EG4DFGL をご紹介します。 EG4D は工程計画と BIM モデルの連携をベースとした次世代統合工備工程管理ソリューションです。BIM モデルで表現される工程進捗状況はユーザーにより効率的なプロジェクト管理方法を提供します。 EG4D のメイン機能はハイクオリティの 3D グラフィックで 4D シミュレーションができることです。 EG4D は建築、土木、プラントなど様々なプロジェクトに活用されています。まずは画面のアーチ橋梁建設プロジェクトを通じてどのような機能が含まれているか確認してみましょう。EG4D ではユーザーがビューポイントを保存してそのビューポイントへすぐ移動することができます。 EG4D では計画スケジュールをガントチャートで表示し、アクティビティと紐付けた 3D モデルをコストと同時に確認することができます。 EG4D は計画スケジュールと実績スケジュールを同時に比較できる様々な機能を提供します。計画と実績予算を色づくした 3D モデルで表示するカラー比較機能を通じて進捗状況を把握することができます。現場の工事写真と 4D を同時に比べられるフォトオーバーレイ機能を通じてよりリアルで計画対比実績の差を確認できます。アウトラインプロセス機能は現在工事中のところをアウトラインで確認でき、左側には現在工事中のアクティビティがリアルタイムで表示されます。ユーザーは期間設定機能を通じて特定期間の間に行われる工程を EG4D から把握することができます。次のプロジェクトは EG4D をベースに開発したプロジェクトモニタリングシステムです。TBM 工法である推定トンネル工事が含まれていた道路建設プロジェクトで EG4D がどのように活用されたのか今から確認してみましょう。プロジェクトサマリーを見るとわかるように TBM 工法で行われるトンネル工事がこのプロジェクトの核心です。阪南の水底で行われたトンネル掘削工事のプロジェクトマネジメントのモニタリングに EG4D を活用しました。現在日を基準に TBM マシンの位置と工事の進捗状況が表示されます。見えない地層情報の横断面も見える化にすることで推定トンネル工事のモニタリングできるようにしました。 EG4D は360度カメラの応用活用ができます。現場で撮影した写真は GPS 情報を基盤に EG4D に表示されます。 AR みたいに写真と同時に EG4D を確認することもでき、同じ位置から撮影した写真は日付別に比較しながらその違いを確認することができます。 EG4D はウェブカメラとダイレクト接続が可能ですので、別途のウェブカメラモニタリングシステムが必要ありません。つながったリアルタイムのウェブカメラに OpenCV とマシンラーニングを適用した AI を開発すれば、現場での活用度はさらに高まるでしょう。今の画面は AI を適用したプロトタイプのもので、工事現場に出入りするトラックの数をリアルタイムのウェブカメラを利用して自動に数えることを見せています。EG4D は現場に設置された IoT ハードウェアおよびセンサーとの接続によって、プロジェクトの人員現況または位置情報までモニタリングできます。EG4D は BIM ベースの 4D シミュレーションシステムで、属性情報を活用した自動工程の作成及び 4D シミュレーションのために次のような研究開発を進めています。まず属性情報をベースに BIM モデルが部位別、資材別、工種別に分けられていることがわかります。自動工程作成を実行すると、工種別にノードダイアグラムが作成されます。ユーザーがそれぞれの工種類ノードダイアグラムの依存関係を設定すると、BIM ベースの計画スケジュールと 4D シミュレーションが同時に作成されます。自動的に作成された 4D シミュレーションは、確認しながら修正することが可能ですので、スマートな工程計画を樹立することができます。
詳細な工程計画はガントチャートで確認することができ、プロジェクトの全体日程を一目で把握できる LOB スケジュールのディスプレイもサポートしています。ご視聴いただきありがとうございました。